クレナワイドは2005年10月にバンダイナムコゲームスが販売していたプライズゲームに分類される一人用のアーケードゲーム機、同社のワイワイクリッパーの光景にあたる。カラーデザインは白を基調に青を配色したものになり、最大形品体大幅が 550mm から 600mm になった。一般的なクレーンゲームと同様で、 プレイヤーがクレーンを操り、景品を獲得するゲームである。操作には3つの押しボタンを使用する。操作手順は以下の通り。景品工場に位置しているクレーンを、第一ボタンで奥に移動させる。移動中は、限界点に到達する以前であれば動き続け、ボタンを離すと停止、再度押してもそれ以上は動かない。第二ボタンで左右のアームのうち、向かって、 左側のアームを右側に向かって移動させる。なお、左アームはボタンを離すか限界点に達するまでは、動き続ける。第3ボタンで今度は向かって、右側のアームを左側に向かって移動させる。なお、右アームはボタンを離すか限界点に達するまでは、動き続ける。以降は、自動的に、クレーンが加工するアームが閉じるクレーンが、上昇するクレーンが、 景品工場に移動するアームが開くという動作が行われ初期状態に戻る。部品調達難に伴い2018年6月に修理サポートを終了することが発表された。バンダイナムコアミューズメント商品の保守、対応終了についてバンダイナムコテクニカ2018年6月7日、保守終了一覧バンダイナムコテクニカ2018年6月7日、 ありがとうございます。